中年オタッキーです。今日はね、大雪の通行止めを食らってね、まあ頑張って下道走ってきて非常に疲れておるんですが、まあもう動画を作る時間も限られているということで頑張って動画を作っていこうと思います。まあおそらくね、通常の動画は年内この動画が最後になると思いますね。で、今日はこのカメラを紹介していきます。はい、これね、コニカエレクトロンっていうんですね。まあ、レンジファインダーカメラなんですが、非常に電子化された、まあ、レンジファインダーカメラの、まあ、普及型レンジファインダーカメラの一番最後の方のカメラになっていくかな。こっから先はちょっとコンパクト化が進んでいくんですけど、まあ、その話は後ほどということで、このカメラを紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのコニカエレクトロンなんですけどもね、1969年に発売されたカメラのようです。当時の価格が 26,500 円だったみたいですね。で、1968年にね、コニカ C35 がすでに発売になっておりますので、コンパクトじゃない旧レンジファインダーとしては結構末裔的な位置づけになると思います。コニカね、S シリーズ、オート S シリーズっていうのがあるんですけど、まあそれの最終版みたいな感じですかね。で、シャッターはね、コパルツ製の電子シャッターということで、8秒から250分の1秒まで。で、レンズはヘキサの 45mmF1.8。これね、4群6枚ということで、おそらくダブルガース型のレンズだと思いますね。電池がね、HM4N っていうね、5.6V の水銀電池を使ってありました。まあ当時ですね、もうその電池はないんですけどね。で、今回ね、この、コニカエレクトロンなんですけどね、このカメラ、以前ね、一番最初にね、私に、オタッキーに、カメラをたくさん提供していただいた、カズタカ様から提供いただいたカメラになります。カズタカさんね、随分前から、紹介していってるんですけど、まだね、紹介してないカメラあるんですね。で、これ非常に特徴的なのがね、よいしょ。この上の蓋がね、開くんですけど、よっ。開いたらね、これだけ見てわかる人は相当だと思いますが、これフラッシュキューブがつくんです。ここにフラッシュキューブがつくんですね。で、専用フラッシュ、またはフラッシュキューブを取り付けることによって、フラッシュ EE、まあ、言ったら、なんだっけ。フラッシュマチックか。フラッシュマチックが可能になるみたいです。ただ、フラッシュマークがどこにあるのかなっていうのはね、わかんねえんだな。あ、フラッシュマークここにあるか。ここにあるけど、どこに合わせるのかよくわからない。どこに合わせるのかよくわからない。わからないな。フラッシュマークついてるんだけど、どこにあるのか合わせるのかよくわからないんだな、これが。わからないな。うん。わからない、まあ。フラッシュ、ちょっと説明書がないんで何とも言えないんですけど、フラッシュマチックは一応ついてる、フラッシュマークはあるので一応ついてるんですけど、どうやってやるかはわかりません。絞り優先 EE カメラになりますね。これ、絞り値が書いてあるんですけども、その絞り値に合わせてシャッタースピードが、まあ、変化する。今絞り8ですけど、かなりスローシャッターなってるのがわかりますね。これ開放にしてみますね。うん。ちょっと早くなりましたよね。一応ね、絞り優先 EE ですね。ここにね、CDS の最高までがありますけど、こちらから光を入ってね、光を入れて、速攻して EE で撮るというね、外部露出形式の、EE カメラになるみたいですね。でね、蓋はね、ここの横で、ヒンジで、よっと開けるんですけどね。もうね、これ見ていただければわかる通りね、かなり樹脂化が進んでいます。このスプロケットもね、古いカメラだとね、アルミの削り出しとかになるんですけど、これは樹脂でできておりますね。まあただね、こう1969年発売のカメラでこんだけ樹脂がしっかりしているとね、やはり当時から日本製の樹脂しっかりしていたものになるんですね。もう69年ですから、いや、52年前だ。52年前のカメラになるということですね。でね、今回はね、実は、ね、結構貴重なフィルムで試写してきました。富士のね、
ネオパンアクロス。まあ、廃盤になってる2じゃないやつね。そろそろ使わなきゃいけないなと思って、もう期限2年ぐらい切れてるんですけど、まあ、冷蔵庫保管してるんで、まだまだいけるとは思いますが、まあ、ネオパンアクロスで撮ってきたんですね。適当に試写してきたんですけど、こんな貴重なフィルムで適当に試写っちゃってて、試写しちゃったなと。ちょっとね、あ、しまったみたいな感じになったんですけどね。まあ、動画作んなきゃいけないんで、慌ててね、結構試写してきたんですが、ここから紹介していくんですけどもね、このダブルガラス型、おそらくダブルガラス型である4群6枚のレンズ、の写り、ヘキサのね、の写りがどんなだったのか、まあ、アクロスでね、撮った写真紹介していこうと思います。はい、作例なんですけどもね、これ、ネオパンアクロスの、まあ、ちょっと柔らかい会長でね、マクロスらしい写真になっておりますね。で、全体的に絞り F8 で撮ってますが、その被写界深度的にはかなり深いレンズのように思います。普及型のね、レンジファインダーカメラにはよくあるパターンですね。深くまでピントが合いやすい。これコニカの C35 とかもね、こんな感じの味になっていきますね。マクロスらしい描写でね、流情感もほとんど出ておりません。全部 AE で撮ってるんですけども、TTL ではね、こういう写真は撮れないぞっていうね、AE 写真になってますね。外部露出系ってね、レンズに直接光が当たるような状況でない限り、大体当たる、露出大体当たるんですよね。まあ、レンズに直接光が入ってしまうと狂ってしまうんですが、TTL よっぽど僕、TTL 露出よりもよっぽどね、いい感じ。これなんか特にそうなんですけど、TTL だとね、空に向けると大体ね、露出がアンダーになるんですけど、まあ、そこそこに撮れてますよね。で、こちらはね、晴れ切りしてます。光をね、レンズに入らないように手で晴れ切りして使ってますね。こちらはね、手前の葉っぱにピントを合わせたんですけど、まあ、一応奥はボケてはいるものの、ボケはそこまでね、こちら手前のロードコーンに合わせてるんですけど、奥までピントが合ってるのが、わかると思いますね。こちらもそうですね。これ手前のね、ベンチに合わせてるんですけど、奥までしっかりピントが合っておりますので、被写界深度はやはり深いと思います。で、これ、こちらの写真は晴れ切りしてます。手で直接レンズに光が入らないようにしてコントラストを上げてありますね。まあ、そんな感じで今日ね、被写してきたんですけど、まあ、どんな感じっていうか、まあ、アクロスで撮ってきたんですけどね、このレンズやはり結構いい感じですね。まあ、直接ね、レンズの中に光を入れる写真は今回は撮れてないんですけども、ダブルガウス型ということで、カラー写真でも結構いけるんじゃないかなと思います。コーティングはね、一応ね、紫色のコーティングはね、あるので、カラー写真でも大丈夫だと思いますし、ダブルガウス型なので、もともと周差が少ないと思うんでね、カラー写真も十分いい感じで撮れるんじゃないかと思います。で、カメラの方はね、20像合致式のレンジファインダーなんですけど、さすがにね、普及のレンジファインダーでもね、もう結構晩年に近い時期になっておりますから、20像がしっかり安定して見えますね。これ本当に合わせやすいです。まあ、ちょっと古いやつになるとね、もう20度が分かりにくいよとか、もう薄くなってるよとかあるんですけど、こちらはね、1969年に発売されたカメラなんですが、まあ、こんだけ古くなってもね、しっかり20度が出ててね、うん。いい感じだと思います。まあ、これは保管の状況にもよるんでしょうけど、まあ、これより古いのも、あんまり古いとね、20度がしっかり出ないやつが多いですね。まあ、フラッシュキューブはね、もうね、手に入りにくいとは思うんですけど、専用ストロボのガイドナンバーちょっとわからないですけどね、一応ね、ストロボ AE も使えるということなんで、まだまだ活躍できるカメラになるんじゃないかな。ただ、状態によっては CDS が劣化してて露出が合わないやつもあるかもしれないので、多少テストしてから、露出が合うようであればそのまま。で、露出が合わないようであれば、例えば、オーバーに撮れるとか言ったらね、露出、フィルムのね、感度をね、設定を上げてやるとかね、そういうので対応していけばいいと思います。価格的にはね、あまり流通してないですね。これあんまり売れなかったみたいで、流通してないんですね。それもそのはずね、この、1969年の前の年に、ね、ジャーニーコニカ C35 が発売になってるんで、どうしたってそっちの方が売れますよね。普及レンジファインダーカメラ。しかもかなりコンパクトでね、ジャーニーコニカかなりコンパクト。こちらはでかいということでね、一般受けしにくくなってあんまり売れなかったんだと思いますね。コニカオート S シリーズ。まあ、流れとしてはね、コニカ3。こちらからのね、生きているレンジファインダー。ファインダーのね、枠がね、こう動くんですけど、これね、パララックス誤差とかをね、ギリギリまで完全には抑えれないんですけど、まあ抑える行動になってまして、ちょっとね、覗いてみたことない人は本当にね、覗いてみてください。これね、ファインダーのね、中身がね、
あの動くんじゃなくてね、大きくなったり小さくなったりするんですよね。うん、これ生きてるファインダーということで、コニカ3から始まってコニカオート S シリーズまでずっとこのエレクトロまでずっと、繋がっているんですけども、まあ多分これが最後のモデルになるんじゃないかなと思いますが、非常にね、レンジファインダーに慣れてない人は面白いと思うんじゃないかなと思いますね。で、一眼レフカメラしか使ったことないとかいう人はね、もうファインダーが明るいのでとにかくびっくりすると思います。ファインダーはね、もうこれも素通しに近いんでね、逆ガリラ式のね、素通りに近いんで本当にめちゃくちゃ明るいです。で、ファインダーの枠の外まで見えるので構造を決めるのにも結構いいんですね。ファインダーを覗いてね、いらないものを切るとかね、そういう考えも、できるので非常に、一眼レフと違った感覚で撮れて面白いカメラだと思います。写りもいいですしね、おすすめできると思います。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになってまいります。いかがだったでしょうか。コニカのカメラで、ね、もう現在ではね、コニカミノルタっていう会社になってるんですが、カメラ売ってないんですが、もうこの頃はね、コニカといえばね、もうカメラのね、王道みたいな感じの時代だカメラだと思います。ぜひね、今入手可能であればね、使ってみていただきたいと思います。非常に良い写りをします。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日もね、非常にハイレベルな作品投稿で、まあタイトル画面のね、選ぶのに悩むんですが、今回ちょっと1枚ズバ抜けた写真が来たのでね、もうタイトル画面決まっちゃっておりますが、まあとりあえず行きますね。投稿チムニーさんからですね。お疲れ様です。こんばんは、チムニーです。作品投稿のコーナーへお願いします。撮影に出かける際にメインのカメラの他に、いつもサブ機としてハーフカメラやバーマルチョンのプラカメやトイカメラを連れていくのですが、メイン機のカメラよりもサブ機の方が良い写真が撮れたりする現象よくあります。その中で個人的に気に入った写真を投稿したいと思います。構図もヘッタクでもないですが、カメラはメロドですね、これ。860S、フィルムは富士の業務用100。タイトル1枚目、オンモのアンよ。2枚目、新宿のポッポですね。ついでに塩カメラの写真も載せておきますということで、ちょっとこれ後で紹介しますが、これ1枚目からいきますけど、これ非常に良い写真だと思いますね。光もね、しっかり、構図もね、面白い。足だけを撮ってるんですけど、おたきはこういう写真すごく好きですね。面白いと思います。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、このカメラのね、強い光にめちゃくちゃ弱いぞっていうところがよく出ていると思います。まあ、鳩を狙ってるんですがね、フレアが非常に広がってて面白い写真になっておりますね。これね、メロドっていうカメラなんですけども、ちょっと今画像を見せますけど、どうやらね、これ台湾製のカメラのようですね。フォーカスフリーということで、まあ、パンフォーカスのレンズになると思うんですけどね、でも絞りは F3.8 か、いや、38mm、F4 か。F4 でね、パンフォーカスなんですね。まあ、パンフォーカスって言っても、被写界深度を深くした設計になるとは思うんですけど、どっからどこまで合うのかなっていうのはちょっとわからないんですけどね。台湾で製造されているカメラのようです。ちょっとだけ調べたんですけど、まあ、あんまり深くにはたどり着けませんでした。どんな設計とかね、シャッターがどんなメーカーとか、そこまではたどり着けませんでした。はい、チムニーさん投稿ありがとうございます。次は、一都市九さんの投稿ですね。久々に投稿になります。1枚目がスピーカー、2枚目がエアブラシということで、カメラはどちらもミノルタ XD、MD6 コール 50mmF1.4、ケントメアパン400になっております。写真なんですけどもね、ケントメアらしいね、色調ですが、これ1枚目非常に好きですね。こういう写真本当に好きです。被写体がね、そんなに強くない時はね、もう画面いっぱいに被写体にすればここまでできるんですね。で、2枚目もそうなんですがね、これエアブラシ、塗装用のエアブラシなんですが、これもっとね、大胆にでかくしても面白かったかもしれません。左側がちょっとうるさかったかなーって感じですかね。はい、一都市九さんありがとうございます。次はね、ケンタロウさんですね。おたっきーさんこんにちは、ケンタロウです。
フィルムの存続に向けて撮って買って微力ながら貢献したいと思っています。3回目の投稿になりますが、タイトルはこっち向いてでお願いします。カメラライカ M3、レンズズマロン 35mm、 フィルムはシーガル400で DF96 を使って自家現像しています。2022年もよろしくお願いしますということで、新年の挨拶が先に来ましたが、で写真なんですけどね、結構ね中間色になっちゃった感じ、柔らかくなってますが、これ露出もうちょっと絞ってもよかったか、それとも現像時間が長すぎたか、どちらかだと黒の締まりがもうちょっと欲しかったですね。フィルムはねシーガル400ということで、これ中身はケント目は400なんだと思うんですけど、まあ、柔らかい調子に出やすいフィルムではあると思います。露出、現像時間どうだったのか、 DF96 を使ったことがないからちょっとわかんないな。うん、まあ、そんな感じですね。ケントロさんありがとうございます。もう一工夫ですね。次はねキャラブキさんの投稿。こんばんは、過去作ですが投稿します。タイトル恋人たちのメリークリスマス。カメラペンタックス SV、 レンズスーパータクマ 50mmF1.4、 フィルムコダックウルトラマックス400、光漏れ、よろしくお願いしますということなんですけど、で写真なんですけどね、これ面白い光漏れですよね。非常に写真としては非常にいい写真なんですがね、まあ、光漏れが面白いっていうこともあるんですけど、これもしかしたらシャッター膜が漏れてないかな。わかんないですけどね。多分ね、シャッター膜の隙間かなんかができてるんじゃないかな。通常ね、フィルムのね、フィルム室の蓋から録音漏れするとこんな感じには縦型に出ると思うんだな。ただ横型に出てるんでシャッター膜の可能性が強いかも。ペンタックスの SV ってね、もう結構年式的に古くてシャッター膜がね劣化しているものも多いと思いますんで、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。はい、キャラブさんありがとうございます。これもねいい写真だったんですが、次がすごいんですね。次はね雲の中立之助さんの投稿ですね。こんにちは、こんばんは、雲の中立之助と申します。久しぶりに投稿いたします。フィルム写真が思っていたより早く手の届かないところに行ってしまいそうで唖然としてます。とはいえとりあえずフィルム買って撮ってをするしかないと開き直りましたね。そんなわけで今年真夏の新宿で撮った写真2枚です。フィルムはどちらもコダックカラープラス200です。1枚目タイトルガールミーツボーイ、レンズニコンシリーズ E35mmF2.5、 カメラニコン EM。 2枚目がね熱帯夜のハイヒール、レンズマイクロニッコール PO と、55mmF3.5、 カメラニコン F2 i レベル、歩道とシャドウの間にある円柱に乗せ、スローシャッターを切りましたということでね、とりあえず1枚目からいきますけどね、1枚目ね、僕一瞬ね、これね、彼氏が彼女にビンタされてるかと思ったら指さしてるんですね。何かね、もう、どこかに行こうかっていうね、と感じでね、結構これもいい感じになっておりますね。いや、まあ、なかなか、写真ね、夜の写真ということですが、いい感じに写ってます。で、2枚目がすごいんだな。この写真がすごいんだな。これシャッタースピード多分ね1秒か2秒か、で撮ってると思うんですけど、ね、歩いてる女の人のね足だけ映ってるんですね。これね、まあ、夜なんですが、足はね一瞬止まるんで足だけ映ったと。素晴らしいということで、これタイトル画面ですね。ちょっとこれはすごい。はい、雲の中に付け、いつですけど、変わった写真ということになる。美しい写真ではないんですが、まあ、工夫でここまで写真ができるという、例ではないでしょうか。はい、いつも投稿ありがとうございます。次はね、侍ジャパンさんの投稿です。お疲れ様です。久々に投稿です。フィルムも高くなって厳しい現実ですが、溜まってたポジ現像が上がってきたので投稿します。1枚目タイトルは、新施設からの日暮れ。カメラ、ツアイスイコンタ 6x9、目測式フィルムはプロビア100。2枚目も同じカメラ、フィルムも同じ。タイトルは秋の海ということですね。よろしくお願いしますということで、作品なんですけどもね。これね、ツアイスイコンタで、さすがのね、ツアイス。いや、いい写真ですね。これ、色も非常によろしいですし、通常ならタイトル画面楽勝で撮るっていう写真なんですが、美しい。で、2枚目なんですけどね。二枚目はね、海のね、荒れた様子。まあ、光はそこまでないんですけど、色的にはしっかり出ておるようですね。まあ、ちょっと色温度が上がり気味ということなんですが、
目測式のね、スプリングカメラですね。で、このような写真もちゃんと撮れるということで、いい写真になっております。侍ジャパンさん、ありがとうございます。いや、非常にね、今回もレベルが高くて悩ましかったんですが、雲の中立之助さんの2枚目の写真をタイトル画面に選ばせていただきました。まあ、かなりね、オタッキーのね、個人的な好みっていうのもあるんですけどね、あの写真はあんま見たことないですよね。よく撮れましたね。足だけ止まった写真。いや、素晴らしいと思いました。作品投稿のコーナー、他のコーナーもそうですが、投稿するルールというのがありまして、この中年オタッキーの YouTube の概要欄に、投稿のね、ルールを記載しておりますので、投稿、何か投稿してみたい方は、そちらの方をね、参考に、投稿してくださいね。ルールがいろいろとありますので、よろしくお願いします。はい、それではね、ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、1名紹介、四日市の中年男さんですね。こんにちは。 YouTube で中年オタッキーさんの動画を見つけて初めて Twitter を始めました。ありがとうございます。俺のカメラに投稿させていただきます。オリンパストリップ35です。このカメラは今から25年ほど前、学生の時にガソリンスタンドでアルバイトしていた時、初めて給油に来られたお客さんがなぜかくれました。25年前だったら結構価値あるんじゃないかなと思うんですけどね。その後一度か二度撮影したんですが、 OM シリーズの一眼レフを使っていたこともあり、防湿庫でしまい込んだままになっていたんですが、中年オタッキーさんの動画を見て撮影しようと思い、修理屋さんに分解清掃してもらいました。幸い感動品でファインダーとレンズ清掃で5000円のみで済みました。試写数にあたってどうせなら取り比べてみようと思い、アクロス2とフジカラー100を買って現在撮影中です。良い作品が撮れた紹介のコーナーに投稿させていただきます。カメラの写真ですが、地元の緑地公園で iPhone 11で撮影しましたということでね、いや、これは風情のある写真ということで、これはもうタイトル画面引かせてもらいましょうか。やや半逆光。うん。まあ、半逆光ですね。非常にいい光。で、景色も素晴らしいということで、もうこれは完璧でしょう。はい、四日市の中年男さん、ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー。今日のね、投稿は、ケンちゃんさんの投稿ですね。やったに投稿です。200円で落札したシグマのレンズ。OM-1 に合わず、OM-40 にも合わず。おまけに AF やし、なんで？いろいろ見てみたら OM-707 みたい。ヤフオクで560円でポチり。70-210のレンズ付きの、OM-707 もポチったんですね。電池入れてみたら一応通電するも AF までいかず。接点はアルコールで清掃何回か後無事稼働しました。やれやれですということですね。いやー、これ。今年もね、いろいろお世話になりました。来年もよろしくお願いしますということですね。いや、ペン E も修理完了ということでね、ぜひね、ちょっと楽しんでいただきたいと思います。でね、これ、シグマのね、レンズ、OM-707、以前ね、動画で紹介しました。まあ、いわゆるオリンカスってやつなんですけど、出来が悪かったっていうね、これ、シグマのレンズ出てたんですね。驚きです。このシグマのレンズね、非常に曇りやすいので有名なレンズなんですけども。いや、これちゃんと撮れるのかな？どうだろう？OM-707 自体もね、トラブルが出やすいカメラになっておりまして。まあ、ぜひ試写してくださいとも言いにくいですが。せっかくね、仕入れたてで、フィルムをね、装填してね、試写見て、知ってみてほしいものです。一応ね、シャッター幕にね、トラブルが出やすくて、僕が持ってる OM-707 もね、2回に1回ぐらいしかシャッター幕が開かないんですよ。で、シャッター幕の方のね、ちゃんと点検をしてからね、試写するのがおすすめになりますかね。はい、ケンちゃんさん、ありがとうございます。今日の、動画はこんな感じになっていくんですが、まあ、通常だと今日でね、実はね、走り納めなんですね。で、明日、まあ、大阪で荷物を下ろしたら、もう、とりあえずオタッキーの年内の仕事は終わりで、あとは車洗ったり、会社の掃除したりという流れになっていくんでね、通常の動画の作成はここで終わりになっていきます。まあ、冬休みに入っていくんで、ライブとかもありますんで、またそちらを楽しんでいただければいいとは思います。
はい、次、というわけでね、次の動画っていうのはまだ決まってないんですけど、まあ、いろんなカメラでね、試写していってるんですが、まあ、今撮ってるのはこれね、ペンタックスのスーパー、に、SMC ペンタックス 50mmF1.4 とか、まあ、こちらはレオタックスですけど、レオタックスにね、ISO3 のフィルムを入れたりとか、まあ、あの、F3 はね、リバーサルが入ってるんですよ。で、もう、色がない季節に入っちゃったんでね、撮影が進まなくなっちゃって、まあ、紅葉の時期ちょっと取り逃がしたって感じなんですけど、ね、他にもね、色々動いております。こちらはね、ミノルタ XD ですけどね、こちらは、MD6 50mmF1.7 がついております。まあ、こんな感じでね、いろんなメーカー、いろんなカメラで撮ってるオタッキーの動画、2022年も頑張ってまいりますので、今のうちにね、まだチャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録を、高評価の方はね、もう、ね、あの、今すぐポチッと押していただければと思います。で、コメントの方ね、ちょっとね、疲れておりまして、仕事も忙しくてね、コメント返しなかなか遅れておりますが、何らかのコメントをね、必ず返していこうと思ってます。最近ね、コメントがね、消えるんですよ。コメント返してもね、消えちゃう現象が起きて、ちょっと困っておるんですが、まあね、一度、は、コメントね、返信させていただこうと思っておりますので、遠慮なくコメントの方ね、何か感じたことありましたら、よろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。